皆さんこんにちは。エトルタに33年ぶりに戻ってきました。感動です。皆さんこんにちは。今日はパリからレンタカーで3時間のリゾート地エトルタに行ってみましょう。フランスはパリもいいのですが田舎も最高です。パリからエトルタに行くにはこのタンキャルビル橋を通りセーヌ川を渡ります。ここエトルタは昔のフランス人の彼女の家族が別荘を持っていてそこで過ごした思い出の場所です。その彼女は残念ながら2018年に亡くなってしまいました。今回泊まるところは昔の漁師さんの家を改装したアパートで、1階は台所のみで2階にリビングとベッドルーム、バスルームがあります。エトルタの街のど真ん中に位置していて浜辺まで歩いて3分、さらに駐車場もついていてとっても助かりました。洗面所の横にはタオルの乾燥ラックもついていました。ノルマンディ名物のリンゴ酒スイドルを飲みました。アルコール度数は 4% ぐらいです。この焼きサバの前菜はとっても美味しかったです。カモメさんたちが愛を語っております。あ、振られた。こちらが屋根付き市場です。1928年から続くこの市場は今はお土産屋さんが集まった建物になっています。お酒とかアクセサリーとか、帽子も売ってますね。エトルタ東側の崖はアモンの崖と呼ばれますが、宮本アモンさんとは全く関係がありません。作家モーパッサンが象のようだと言った穴の開いた岩があります。こちらはモネが描いた釣り船とアモンの崖です。今からアヴァルの崖に登りましょう。反対側のアヴァルの崖にもアーチがあります。こちらもモネの作品で他にもたくさん描いています。エトルタの崖はよく崩れるので真下を歩いてはいけないようになっています。ああ、ずいぶん登ってきました。この崖だいたい100メートルから120メートルの高さがあるんですけれども、今登っているところです。丘の上には裕福な人々の大きな別荘が建っています。アヴァルの崖の上には若い娘たちの部屋と呼ばれる岩穴があります。ちょっと雨が降ってきたのでこの中に避難します。昔この村に住んでいた3人娘が男爵に追われここに逃げてきたと言われ、男爵が入り口を塞いでしまったため3人娘は3日3晩閉じ込められて、
最後は鳥になって飛び立っていったという伝説のある場所です。なんかいろんな石が混ざってますね。すごい。なんと氷が降ってきてしまいました。すごい。オーマイグッデス。アバルの崖から見たマンヌポルトです。この下の浜辺でもモネは絵を描いています。高さ70メートルの針岩は小説シリーズ怪盗ルパンの祈願城に出てくるもので、岩の中が空洞になっていてルパンが財宝を隠したという設定になっています。崖の上はゴルフ場になっています。この辺の天気はもう5分おきに晴れたり雨降ったり晴れたり雨降ったりなので、ちょっとついていくのが大変です。マンヌポルトの付け根のところまでやってきました。ここからモネが描いた絵はこんな感じになります。今日はこちらのキッチンで日本のカレーを作ってみたいと思います。今からカレーを作る牛肉を買いに行きます。ボンジュー、ボンジューメッシュー。J'ai besoin du bœuf de bœuf bourguignon. Oui. Et demi kilo, s'il vous plaît. Un demi kilo. Demi kilo, oui. C'est ça. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci.ドゥミキロという表現は簡単で言いやすいのでついついお店で使ってしまいますけれども、全部 500g ずつ買うので気をつけないとあっという間に食べきれないほどの量の食材がたまってしまいます。ノルマンディのマッシュルームです。なんか外はおしゃれなノルマンディのエトルタの街並みなんですけれども、台所の中に入るとなんと日本のカレーというような奇妙な光景です。夜のエトルタの崖はどうなってるんでしょうか。今から見に行きたいと思います。4月の9時50分でこんな感じの明るさです。すごいですね。エトルタにはカジノもあります。夜はとっても静かな場所です。次回はモンサンミッシェルへ行きます。今回もご覧いただきありがとうございました。 See you next time. À la prochaine fois.